それでは鏡開きに移らせていただきます。では萩姫の皆さんにはお手伝いいただきます。舞台の方へお上がりください。で鏡を開けていただく、皆様方お名前をお呼びいたしますので、お揃いますが、舞台の方にお願いいたします。郡山市長原正夫様、郡山市議会議長熊谷勝利様、郡山商工会議所会頭丹治一郎様、熱海町行政区長会長安田志郎様、そして熱海、萩姫祭り実行委員会菅野豊委員長お願いします。放射能も日頃のストレスも吹っ飛ぶぐらい威勢よく、はい、開けちゃっていただきたいと思います。じゃあ1、2の3で声かけますので、要所でお願いいたします。では準備はよしですか。では1、2の3いらっしゃー。おー、威勢よく、ありがとうございます。見事に焼きました。いい音楽に変わりました。ではこのまま、乾杯に移らせていただきたいと思います。少々お待ちくださいませ。今舞台とそれからご来賓の皆様方のもとへお酒をお届けいたします。なお会場の皆様方には後ほどこちらの樽酒振る舞わせていただきますので、今少々お待ちくださいませ。少々お待ちくださいませ。またご来賓の皆様に届いておりませんでした。今日はなかなかね、無心のお客様が多くてですね、早々と用意ができないんです。すいません。少々お待ちくださいませ。なんかお邪魔虫さん来ないですか。お酒の味に誘われてなんかで、今日虫さんもいっぱいなんですけど、少々お待ちください。はい、それでは時間のこともありますので、乾杯をしてまいりたいと思います。乾杯のご発声は郡山商工会議所会頭丹治一郎様にお願いいたします。はい、それでは皆さん、私は乾杯の音頭を取りますので、ご唱和をお願いします。これは磐梯熱海温泉、皆さん今日表から来た方々、元気のある熱海温泉、分かったでしょうか。今日は風評被害を吹っ飛ばして、元気な熱海温泉ができるように我々乾杯をしたいと思います。それでは健闘祭をお祝いし、元気な熱海温泉を記念して乾杯します。乾杯。どうもありがとうございました。丹治様ありがとうございました。どうも舞台上の皆様方ありがとうございました。丹治会とバイクが生きてます。くどいてダメですよ。ご来賓の皆様方ありがとうございました。今お酒をお持ちいたします。どうぞおめでたい時のお酒でございます。お召し上がりくださいませ。この後は
花やぎ流あやめ会会主花やぎ積雄先生、そしてお弟子さんの、花やぎ純郎さん、お二方に創作前を待っていただきます。準備をただいましております。少々お待ちくださいませ。Come on.